サウンドスケープ。鳥と虫の鳴き声を聞いてまったりしちゃいましょう。みんなおはよう、ベルゼブブよ。今回の放送では鳥と虫の鳴き声をみんなにお届けするわ。公園なんかに行くと、いろんな鳥や虫の声を聞くでしょ。遊んでいる間は夢中になっているから気がつかないけれど、休憩したりご飯を食べるときに鳥のさえずる声や虫のささやきを聞くと、心が広々としてこないかしら。今日はお部屋にいても鳥と虫の声で緑の広場にいると思ってちょうだい。それじゃあ、みんなのお耳が癒されますように。どうぞ。
そろそろ番組終了の時間ね。私もつい聞き入っちゃったわ。外に出たくなるわね。みんなはどうだった？少しは癒されたかしら？それじゃあ、また次の機会に。Cheers!